assertions, nothing's working. I've been tripping, no one's perfect. Chasing vision, just the surface. Shirts on backwards, not on purpose. Yeah, I've been learning something bigger. Expectations, feet were failing. I found blessings flowing from the side of heaven. Staring into my reflection, redirecting my perfection somewhere else. Thank you.
皆さんこんにちは。この試合の模様は実況西岡、コメンテーターには福西崇史さんをお迎えしてアンフィールドからお送りします。福西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ディフェンダーがここで食い止める。ボールは相手に渡ります。サイドにスペースがあります。さあ打てるか。狙いたい。来た。ゴール決まった。選手交代があった矢先のゴールです。作戦として考えていたとは思うんですが、しっかりと期待に応えられる選手はそういませんよ。試合開始からわずか5分、早くもゴールが生まれました。いいカットです。ボールを奪いました。何をしてくるのか。まずいタックルでしたね。イエローカードが出てもおかしくありません。開始間もなくイエローカード、警告が出ます。いきなりイエローですか。主審にはこの後の試合をうまくコントロールしてほしいですね。ダイビングセーブで止めました。コースを読んでいたようですね。オフサイドの判定です。相手ボールになりました。ボールを運びゴールに襲いかかります。ここはしっかりクリアされました。サイドへパス、横に展開してきます。なかなかいい攻撃でしたが、ディフェンスに処理されました。ボールを逆サイドへ振ります。ディフェンスに奪われません。ボールをダッシュ、寄せが早い。ボールを失った。ここから狙うのか。相手ボールになります。これは見事なパスカットです。見事な連携でボールを動かします。クロスを出せるか。これは相手にパスしてしまいました。マロニー、ボールは相手に渡りました。さあどうする。決めれば同点。ボールを奪われました。何かしてきそうですが、サイドをえぐって中を見る。ボールをはっきりクリアしたい。ここは縦をつくでしょうか。マロニー、前に押し出します。クロスのチャンス。マロニー、パス、さらにパス、ショートパスをつなぎ相手ゴールへの道を探っています。今度はゴールならず。はい、そうそううまくはいきませんね。ボールは来てますから、まだまだ狙えますよ。
デビッドソン・ジュン・マーカス。マロニー主審オフサイドでプレーを止めます。ボールは相手に渡ります。ここからどうするのか。ボールを運んでいます。このカットは大きい。しっかりと奪いました。チャンスにできるか。相手に当たってボールがラインを越えます。コーナーです。同点に追いつく絶好のチャンスです。ここは観客席も大いに盛り上がります。クリアが足りないか。狙える位置です。デイビス。ここはサイドを変えてきました。惜しい場面でしたがここで奪われました。マロニー。まずはしっかりとボールをキープします。マロニー、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。後半の45分が始まります。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。中にスペースがあります。すごいステップ。ディフェンスをかわします。仕掛けてくるのか。ここから狙うのか。得点もありえた場面でしたがこのボールはカットされました。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。ルーズボールになっています。ここはサイドへパスを出します。このミスは痛い。相手にパスを出しました。味方の位置を確認する。何を狙うのか。クロスはブロックされる。ホームのサポーターが怒っています。ここに来てアウェイチームは入るか。キーパーがキャッチします。マロニー、何をしてくるのか。ディフェンスが冷静に処理します。サイドからの攻撃を狙います。相手に渡ります。さあスタジアムのテンションが上がります。
それは危険だ。無理をしません。タッチラインの外にクリアしました。このパスはカットされました。ボールは相手に渡りました。ここからどうするのか。いい位置です。タックルでプレーを切りました。コーナーキックです。ボールを入れた。このプレーはチャンスにつながりません。しっかり見えています。さあどうする。激しくいった。これはどうでしょう。ボールはラインを割りました。ゴールキックになります。サイドへパス、横に展開してきます。デビッドソン・ジュンマーカス。危ない場面もディフェンスがクリア。サイドのスペースを使います。デビッドソン・ジュンマーカス。強い。体をうまく使います。ボールを取った。あっとこぼれた。このボールはクリア。勝負はまだまだ分かりません。ボールを逆サイドへ振ります。着実なビルドアップからチャンスを狙います。ディフェンスが奪い返します。試合は追いかける展開ですが差はわずか。ホームのサポーターの歓声が大きくなっています。諦めるなというメッセージですね。選手たちに届いていることを願いましょう。相手ボールになります。何かしてきそうですが、中央にクロスが上がった。ちょっとクリアが小さいか。クリアしましたが相手に渡ってピンチが続きます。仕掛けてくるのか。視線が中にいった。さあ出すか。いいプレスです。ボールを奪いました。選手が一人倒れていますね。肉離れでも起こしたのでしょうか。いいボールでしたがここはクリア。狙える位置です。鮮やかなインターセプト。コース。試合終了となりました。このゲームは予想外の間にスペースがあります。さあ打てるか。
狙いたい。来た。サイドにスペースがあります。さあ打てるか。狙いたい。こんにちは、実況の西岡明彦です。今日の試合はエスタディオムニシパルデイプルーアからお送りします。マロニー、何を狙うのか。ここはクリアしました。チャンスは続きます。スローインです。ここから狙うのか。クロスを入れたい。何をしてくるのか。これは超ロングシュート。ギリギリのタイミングでのダイビングセーブでした。エリア内へ。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。クロスを出せるか。チャンスにできるか。さあどうする。いい位置です。ここからどうするのか。何かしてきそうですが、仕掛けてくるのか。慎重に攻撃を組み立てています。フリーキックから試合再開です。特にイエローは出ないようですね。相手ボールになりました。危険な位置です。緊張感が増してきます。
おっと裏へ出した。狙える位置です。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。何を狙うのか。クロスはブロックされました。ボールを入れました。このコーナーはゴールキーパーが抑えます。これはファールを取られました。イエローカードはありません。ここから狙うのか。やりました。クリアすべきでしょう。マロニー、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。これはよく見ていた。何をしてくるのか。中央へのボールはクリアされました。このパスは読んでいました。チャンスにできるか。パスを返す。これはフリーキックになりましたね。中の選手に合わせて得点につなげたいですね。中に入れたい。ボールを前に運んでいます。このクロスはやすやすとカットされました。相手ボールになります。プレーオンです。アドバン、危ないプレーに見えました。カードでしょうか。イエローが出ました。少し抗議していますね。ボールを前に運びます。サイドに展開します。いい位置です。さあどうする。ここからどうするのか。ここから狙うのか。仕掛けてくるのか。スルーパスが通っていればかなり危険な状況に陥ったでしょう。ボールは相手に渡ります。アタッキングサードに入ってきた。最後はキーパーの手の中へ。ここでボールを奪い返します。レフェリーは流しています。うまく読んだインターセプト。キーパーにバックパス。サイドへパス。横に展開してきます。マロニー、体を当てて取る。奪った。フリーマン、パスをつないでいく。何を狙うのか。ゴールキーパーがうまく前に出ました。強い。体をうまく使います。ボールを取った。このミスは痛い。相手にパスを出してしまいました。何かしてきそうですが、中央へのボールはクリアされました。素晴らしい読みでインターセプトしました。
どうだ、これはキーパーのスーパーセーブ。いやー、よくあそこに届きましたね。ボールを入れた。この攻撃は実を結びませんでしたね。フリーマン、狙える位置です。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。おっと、ボールを失いました。ここまで下がってボールに触ります。攻めあぐねているんでしょうか。前半が終了しました。スコアは1対0、1点のリードでハーフタイムを迎えます。後半開始です。前半同様熱い戦いを期待します。マロニー、ここから先の出しどころに苦労している様子です。これは見事なパスカットです。ここを起点にできるか。パスを返します。これは見事なインターセプト。このカットは大きい。しっかりと奪いました。マロニー、ここで攻守が入れ替わります。ボールを取られません。強いですね。絶妙なパス。さあどうする。ディフェンスが奪い返します。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、フリーマン、福西さん、格下と見られたチームがリードしていますが、これはこのまま行ってしまうんじゃないでしょうか。そうですね。全員が集中を切らさないようにしっかり戦えば、このままの結果というのは十分考えられますよ。チャンスにできるか。ここはレフェリーがファールの笛。危ない場所でのフリーキックです。壁になる選手にキーパーから指示が出ています。直接狙える距離ですからね。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。相手ボールになりました。フリーマン、クロスを狙ってくるか。これは見事に奪いました。ボールをサイドへ展開します。何を狙うのか。マロニー、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。
サイドにスペースが空いています。さあ上げたい。攻撃の流れを切ります。素晴らしい読みでインターセプトしました。フリーマン、パスを戻します。ボールをクリアしました。クリアはさらに相手ボールになります。マロニー、強い、体をうまく使います。ボールを取った、パスが通る。ゲームを作るパスが光ります。何かしてきそうですが、このボレーは大きく外れました。決まっていればスーパーゴールでしたが、タイミングがうまく合わなかったようですね。相手ボールになります。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。ここはタッチに逃れます。ここはインターセプト、しっかり予測していました。しっかりボールを保持しています。簡単には取られません。前方に運びました。パスを2人で交換します。何をしてくるのか、仕掛けてくるのか。マロニー、折り返せるか、ここから狙うのか。体を当てて取る、奪った。フリーマン、素晴らしいボールです。ここはパスミスになりました。ボールを失います。フリーマン、このホイッスルで試合終了です。